逆に得したなって思うことある？得したことは、そうだな、ちょっとなんか変なこと言っても騒ぎに騒ぎなんかあんまりみんながびっくりしないのかなって思った。え、それ多分どういうことですか、ね、聞きたいよね、青くちょっと何を、はい、どういうことを言ったら騒ぎにならないの？え、なんかさ、それこそポロッとこう金玉とか言っても騒ぎにならないのがちょっと得だったなって。騒ぎになってるだろ今。でも今ざわざわしてるなってないだけ。いや、それね、そうかもしれないです、ね、そうだよね、青くゆやっぱそうだよ、これおかゆが騒ぎになってないって思ってるだけで、わりかしこっち側結構ざわざわしたよね今。そうですね、今僕がもうちょっと振り切れてたな。いやいやいいよ、そっちに振り切れなくていいよ。青くゆ、青くゆは青くゆのままでいいんだよ。何でしたっけ。やめとけやめとけ、待って、金金バカバカ。今日青い部分で得してます。青い、本当にこれ、はい、マジでもう先輩としてこれだけ言わせて、はい、今言ったことって一生残るから。青いネットタトゥーだ。そうだよ、知ってます。インターネットタトゥーで一生つきまとうから、本当に。青く言う、まあ言いたかったら言っていいけどね。まあ最近そのおかゆはメスメスと言われているものの、メス通りかし、通り越して、もうおじさんなんですよ最近は本当に。なるほどね。そう、あ、なんか丸丸ちゃんのこういうとこ可愛いな、ああいうとこ可愛いなとかいっぱい考えちゃうんですけど、はいはいはい、そこを考えてるだけならまだしも、口に出す、はいはい、もうセクハラするのが若干趣味になりつつあるので、2人には友達として僕のこのセクハラ欲が高まった時にセクハラをしてもいいという対象であってほしいなっていう悩み。いや無理だよ。なるほど。なんでよ、やだ。おかゆ先輩にセクハラされたいです。おい。はい、イエーイ、イエーイ、やだやだやだね。横揺れすな。いや、あれ、例えばどういうセクハラをしたいわけ？え、例えば青くだったら、はい、なんか今かっこいいジャケット着てるじゃん。うん、そうだね、はい、かっこいい、うん、かっこいい。普通に喋ってるのに、途中で急に青くのそのジャケットの中に手入れたいとか。きめで、どうして、その曇りを冷めぬ間にスバルちゃんにタッチしたい。きまーなんでだ、きまーきまーって言われた。わかります、僕もあのキモいって言われたい方なので。青くゆ、青くゆわかるよね、やっぱわかりますね。じゃあ、そうだね、青くゆはどういうセクハラがしたいの、ちなみに。あー、え、お二人にしていいんですか？いや、まあ、あの一回ね、その、いやいや、提案だけ聞く。いや、いいよじゃないよ、一回提案だけ聞きましょう。チュー、えぇー、行かないで先輩。行かないでよ。スバルちゃん、もちゅもちゅ。うわー、キモい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 、